中国同盟会、前列右端が、孫文、後列中央が、宮崎当天中国同盟会は、新末、1905年8月20日、孫文らにより、東京で結成された、政治結社。略称は、同盟会。孫文を中心に、成長打倒を目指す、革命運動の指導的役割を担った団体である。1905年7月、 国流会の指導者であった内田良平により、孫文が東京に赴き中国同盟会の設立準備に着手した。8月20日、遠山光が提供した赤坂区の民家の2階で、公中会、幸福会、花協会などが合併して中国革命同盟会が成立、孫文を総理、高校を諸務に選出すると同時に、軍政府宣言、中国同盟会総称及び、 革命法略などの文書を採択し、国内外に支部及び分解を設置、家境、回答、新聞と連絡し、全国規模の革命組織となった。同盟会は孫文が提唱する、駆除脱取子、回復中華、創立民国、平均知見を考慮に採用、機関紙として民法を発行した。同盟会は、孫文の唱える中華民国政府のもとに、立法、行政、 司法を設置する三権分立を確立することを目標とし、編集長の東成明と昌平林の元古官民と王朝明が執筆した民法は、訂正維持を主張する行為、両継承により、新民双方と激しい論戦を繰り広げた。同盟会は1906年にシンガポールに南洋支部を設立し、東南アジアでの活動を展開するなど、 運動の発展を見たが、1907年、孫文が会員の同意を得ることなく、日本政府から資金を受けて、日本を離れたことに反発して、幸福会が離脱。孫文は、王朝名、古官民党と共に、南洋本部を組織、高校なども、孫文への支持を継続している。同盟会は、慎重打倒のための1906年より、 地方支部との協力のもと、菊草竜甘酒騎議、清華騎議、七女子騎議、近連坊城騎議、沈南館騎議、近蓮上重江騎議、雲南加工騎議、公州新軍騎議、高加工騎議の武装放棄を行うが、いずれも失敗している。特に高加工騎議では、多くの生員の犠牲者を出している。侵害革命勃発後、同盟会の本部は、東京より上海に移された。 1912年に南京に臨時政府が成立すると閣僚9名のうち3名が同盟会正員から選出されたが、この時期には同盟会は三民主義や土地分配をめぐり意見対立、さらに小平林や霊元広氏による共和党決闘により分裂状態に陥っていた。1912年8月7日、同盟会は総教人を中心として、 統一共和党、国民高等、国民共振会、共和民振会と併合、北京において国民党が成立した。1913年に遠征外が大統領に就任すると、この国民党は強制的に解散させられた。ありがとうございます。